音はい皆さんこんにちは今日も明日も明後日も実践改め実践系英語 YouTuber の坂城社長です今日も元気よくトークパート5対策の問題やってまいりましょう今回扱う問題はこちらの問題です音 今回扱う単語は region です。この region というのは地域という意味なんですね。形容詞形ははい。regional これで地域のという意味の形容詞になりますよね。religion と間違わないようにしましょう。religion は宗教。そして religion、宗教の形容詞形ははい。religious ですよね。はい。この辺も全部一緒に覚えておくと語彙力がアップします。はい。ということで region、地域でした。 はい、それでは、このまで今日と一緒わかりやすく解説を加えるコーナーです。The region 空欄 our company is planning to expand into is known for its robust consumer base となっています。じゃあ、公文見てまいりましょう。はい、まず文の最初の名詞ですから、これが主語っぽい。さあ、そしてすぐ動詞が来てほしいんですが、空欄があって関係詞が並んでますから、ここから就職が始まるなというのは推測つきます。はい、そして 空欄の最後の部分を探すんですが、見ていきましょうか。空欄の後ろに私たちの企業会社が計画を立てているという S ダッシュ V ダッシュがありますよね。そして、to 停止する計画を立てているということで目的をもトゥ to 停止として存在しています。じゃあさらに to 停止の中身を見ていきますよ。はい、問題はここでございます。expand 拡大する in to 中に入っていってっていうことですよね。ということでこの「into」は前置詞なんですが何かおかしいことに気づかれましたよね。そうでです。す前置詞 in to の目目的的語がが、がここここに入るべきところがこれなないい。んですよね目的語がない。後ろすぐね「もう is known」という動詞が出てきちゃってますもんね。ってことはこの括弧の終わりはこの「into」の後ろまでで。 そして「is known」という動詞がここに出てきましたからこの「is known」という動詞が the region に対する動詞だなというのがわかるでしょう。はいそしてあとはもう前置詞4プラス名詞ですから就職後とこれ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 で知られているっていうんですねその強固な顧客基盤として知られているんですね。はいじゃあ空欄見ていくんですが。 この in to 名詞と普通はここに目的語として名詞が入ってそして to 不定詞が完結しないとダメなんですよね。ところがこの目的語は書けちゃってるわけです。前置詞の目的語が書けてるわけなんですね。ってことはこの前置詞の目的語絶対名詞ですから名詞が書けてるということなんですね。ってことは関係代名詞が前に出てひっついてるはずです。関係副詞ではございません。 関係副詞ではございません。関係代名詞が正解なはずです。はい。そしたら、リージョンは人かって言ったら人じゃなくてものでしょうから、こっちですね。はい。ということで、答えはフィッチになります。これは、the region。地域という意味ですから、場所だからフェアという、こういう発想すると絶対間違うパターンなんですね。先行詞が場所だったら、後ろに入る関係詞は副詞なのではありません。 そうじゃなくて、このカッコの中の空欄の部分、この場合はこの部分。この部分に関係副詞が入るのはどういう時かっていうと、後ろに副詞が書けてる場合です。あるいは副詞、句が書けてる場合です。で、ここに関係代名詞が入るのは、後ろに名詞が書けてる場合です。決して、 前の先行詞が場所を表してるから、関係副詞のフェアというのではないから注意してください。これで言うと、かけてるのは前置詞イントゥの目的をつまり名詞ですよね。だから絶対ここに関係副詞が入ったりしません。副詞がかけてるわけじゃないんだね。それに対してもしイントゥがなかったら、ここにイントゥがなかったら、イントゥザリージョンという前置詞数名詞、つまり副詞句が欠けちゃってるでしょ。だからここはイントゥフィッチになったりとか、 フェアになったりするんですね。はい。そんなふうにして必ず関係詞を考えるときは、この括弧の中の欠けてる部分が名詞なのか、副詞、あるいは副詞句なのかを考えるようにしてください。それが正しい考え方なんでね。はい。ということで、フェアと引っかかった人は、十分にこの解説を聞いて理解していただければと思います。それでは知識が定着する音読のコーナーです。The region はい、ここで関係説が始まるから切りましょうか。Which our company is planning to expand into ここで関係説終わったから切りましょう。Is known for its robust consumer base。これ一気にいっちゃいましょう。はい、じゃあ前から意味確認。その地域はどんな私たちの会社が入っていって拡大をしようと計画している。そういう地域は知られている。何でその強固な顧客基盤で知られているんですね。はい。 The region, which our company is planning to expand into, is known for its robust consumer base. The region, which our company is planning to expand into, is known for its robust consumer base. the region which our company is planning to expand into is known for its robust consumer base the region which our company is planning to expand into is known for its robust consumer base the region which our company is planning to expand into is known for its robust consumer base the region which our company is planning to expand into is known for its robust consumer base The region, which our company is planning to expand into, is known for its robust consumer base. The region, which our company is planning to expand into, is known for its robust consumer base. Good job!